松崎高堂30代の頃、金星名家肖像より、松崎高堂造庫、渡辺火山室重要美術品、松崎高堂天保15年4月21日は、江戸時代後期の受学者。意味縄密、またはまた、字は大蔵、冥福。別号は、ま式、松下人。四号を五教先生という。墓所は、東京都目黒区の長泉委員。 肥後国駅上群牧草村に生まれる。祖父は、米光氏の玄蔵という農夫だった。めぐみかと名乗る僧が玄蔵の姉娘のもとに、住みつき、この夫婦の間にできた松五郎という子が、後年の松崎高堂である。11歳頃に、浄土新宗の寺へ小僧として預けられたが、生まれつき読書が好きで学問で身を立てるために13歳頃に、国元から江戸に出奔し、 浅草少年寺の寺主、原門に養われ、1790年小平校に入る。さらに林10歳の家塾で、佐藤一歳らと学び1794年に塾生領収となる。10歳が当たっていた朝鮮通信史の応接は、行動が代行した。1802年に掛川藩校教授となり、1811年には、 朝鮮通信使のマレー兵に自読として随行し、1815年に、知事。1822年から江戸目黒の羽沢、は、設計参謀に引退して、熟成の指導と諸校への降雪に当たった。万社の極により捕らえられていた、門人、渡辺火山の身を案じて1840年に、病を押して憲白書を創始、老中、水野忠国に提出する。 行道は憲白書の中で火山の人となりを述べ、彼の新規論が政治を誹謗した罪に問われているとのことだが、元来政治誹謗の罪などは、政権の世にあるべき道理がないということを、春秋戦国、党、名、真の処律を参照して証明し、もし公にしない保護を証拠に罪を問うならば誰が犯罪者であることを免れようか、と通論した。この文書の迫力でまず、 水野忠国が動かされ、火山は地位等を減税られたという。他の門人として、塩谷桃院、安水側県などがいる。文政天保年間で大樹と称せられたのは、佐藤一斉と行動だったが、実際の学力においては一斉は行動に及ばず、聡明で世事に連達していたから行動と同等の名声を維持することができたと言われた。 パリやエキサイラの町人学者と交流し、はじめ朱子学を学んだがその空理性を嫌い、交渉学を構築した。1918年、正語位を追蔵された。ありがとうございます。